皆さんおはようございます。ペンジ満載の苦手さよならペンジロムの観念やっていきたいと思います。今日は5年生常用漢字の研修の週収めるですね、説明をしていきます。まず全体を見てもらうと分かると思うんですが、この左側の字はまあそうでもないんですが、右側の字がだいぶ縦長ですね。はい、なので全体的に縦長の字になりますね。はい、それから中心を見てもらうと分かると思いますが、この字がだいぶ中心から越えて左の方に行っております。なのでこちらの人偏と棒一本スリムに、左側に書いてもらうといいと思います。それでは一画目から説明します。まず、上にスペース、下にスペースありますのでですかね、上にも下にも控えめに一度押さえて布字、一度押さえてまっすぐですね。で続いて縦線が入りますが、だいたい人偏の中央あたりになりますが少し下ですかね。はい、見てもらうと分かると思いますが下の方がスペースが小さいですね。ほぼ人偏の中央ですが少し下ですね。はい、続いてだいぶ高い位置からですね、ちょうどこの野の字の終わりが人偏の頭ぐらいに来ます。ぐっと押さえて野の字そのままふっくら右上がりですね。はい、直線右上がりでもいいですですかね。そのままでこの横線の真ん中あたりから一度押さえてくっつけて、一度押さえてのの字で次3対1の比率でしょうか、途中で平らに変えてくださいね角度で。次ですね、それがだいたい上から半分ぐらいのところでまでには終わっております。続いてこの3本の斜めの線ですが、長さも下に行けば行くほど長くなる、あと角度も下に行けば行くほど角度がこう立っていきますですかね。でここのライン、ここは綺麗に右側にスライドしていきますね、まあ、ここはまっすぐのラインではないと思いますが、こうなったりある程度変わると思いますですかね。下に行けば行くほど角度が立つと、あと長さも長くなるという感じですね。それでは書いてみます。はい、少し低い位置ですね。一度押さえてのの字、一度押さえてまっすぐで、人偏の上から下までの長さのほぼ中央ですが少し下ですね。一度押さえてまっすぐ、あんまりここで幅取らないようにしてください。で続いてだいぶ高い位置から一度押さえてのの字そのまま右上がりですね。で今書いた横線の中央あたりからくっつけてのの字で、ここ3対1でもないな、だいぶ長くなりました。で続いて斜め下に行けば行くほど長さと角度をきつくして少し、右側にスライドしていきます。一度押さえて平ら、少し右側から一度押さえて少しきつく、また少し右から一度押さえて角度きつくして長くですね。はい、もう一度いきます。ちょっと間隔空けすぎですね、ちょっとかっこ悪いです。間隔も狭すぎてもかっこ悪いですが、広げすぎてもかっこ悪いのでバランスをしっかりとってくださいね。もう一度いきます。頭低い位置から一度押さえてのの字、一度押さえてまっすぐで、人偏の長さの真ん中あたりですが少し下ですね。一度押さえてまっすぐで、次高い位置から一度押さえてのの字そのまま右上がりですね。で続いてこの横線の真ん中あたりから一度押さえてのの字で、
途中で平らに角度変えます。一度押さえて斜めで少し左から一度押さえて、さっきより角度だんだん立てていきます。またさっきより左から一度押さえて、のの字ですね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。